こんにちは、カオルです。今日ですね、ちょっとこのヘッドライトクリーナー、黄ばみ落としというやつを、ちょっとやりました。もうちょっと記録になってますけど、ちょっと見てください。この前友達から、おい、レクサスのヘッドライト黄色いよって言われたんですよね。でも結構磨いてるんですよ、私。コンパウンドとか、よく量販店に売ってる黄ばみ除去みたいな、ワックスで一生懸命磨いてるんですけど、自分的には結構黄ばみはないかなと思ってたんですけど、やっぱり人から言わす見てもらうと、黄色いらしいんですよね。でちょっとネットでねこれ買いました。ヘッドライト、クリーナー。本当はオレンジの悪魔ってやつ欲しかったんですけど、こっちの方が安かったんで、これでちょっとね試したんですけど、ちょっと一吹きしたらこれ黄色いの分かりますかね。ちょっとやってみますね、今から。またちょっと片手でやるの難しいな。これをシュッシュッシュッって吹きかけて、この綺麗な方でちょっとね吹いてみますね。ゴシゴシゴシって、ほら黄色ということは黄ばみが、黄色が取れてるってことですよね。ちょっとね一旦ビデオを止めてやってみます。いやこれ結構いいですよ、ヘッドライトクリーナー。さっき1回2回やっただけで黄色い黄ばみが多分上線についたの分かったと思うんですけど、一応工程としては、中性洗剤で1回洗って、でその後、ヘッドライトクリーナーでゴシゴシやって、で今は3回目このCPC のメンテナンスクリーナー、これでちょっとねコンパウンドだと思うんですけど、これでちょっとね磨きました。一回やっただけで結構ね自分では分かるぐらい、ちょっとびっくり。でこれ多分 2,3 回やったらもっと綺麗になりますね。へえ、買って正解。使った商品はこちら、 D ガレージ黄ばみを消すヘッドライトクリーナー一撃。ちょっとねちっちゃいんですよ、 30ml ぐらいかな。1500円で Amazon で買いましたけど、これおすすめ、最高。